福山学友協会管弦楽団の皆さんの全体練習丸1日行われているということで、練習場へやってまいりました。休憩時間ということで、インタビューに答えてくださる方々に集まっていただいています。いや、皆さんお忙しい中ありがとうございます。お一人ずつご紹介をしていきましょう。楽団の団長でいらっしゃいます渡辺武則さんです。おはようございます。よろしくお願いします。そして楽団の創始者、団長のお父様でいらっしゃいます渡辺康郎さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。渡辺康郎です。そしてバイオリニスト田中文也さんです。よろしくお願いします。指揮をされます渡辺博之さんです。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして、番組でもおなじみ三女出演という形でステージに立たれますね、コントラバシスト、はい、原田一平です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速ですけれども団長、リレー放送、今日が11回目最終ということになりますが。そうですね、昨年12月から約半年にわたってリレー放送で11回やってまいりましたけど、メールをいただいたり、聞いたよって言っていただいたり、いろいろ感想も個人的にいただいたりで、演奏会の方に興味を持っていただけて本当にやってよかったなと思います。あとは本番の日にですね、7月2日にぜひリレンローズに生の音を聞きに来ていただければと思っております。はい、これまでの放送も楽団のブログでアップされてますから、ぜひお聞きいただきたいですよね。過去の放送はリンクを貼っておりますので、全て聞けると思いますから、はい、探してみていただければと思います。はい、放送の中では楽団の魅力というものもたくさん発信していただきましたが、ここで創始者でいらっしゃる渡辺康郎さんに福山学友協会管弦楽団、簡単なご紹介をしていただこうと思います。福山市民会館に代わってリーデンローズができるということが耳に入ったとき、学生紛争時代練習場に困ったことを思い出しました。練習場はプレイヤーにとって絶対必要なので、幸い空いた土地があったのでみゆき町に作りました。平成5年10月16日に旗揚げ公演以来、たくさんの方々の力添えで今日まで継続できました。広島交響楽団はじめ多くのプロの方々のご協力で、なんとか演奏レベルを保つことができました。練習場のケケラ落としでリサイタルをしてくださった N 響コンマス田中千佳先生はじめ、広響コンサートマスターの小島秀夫先生、広島大学教授早川正明先生、柚平淳三郎先生、倉田誠一先生には各別ご指導いただきました。マネージメントでは徳永光明さん、宮地春夫さん、小林城太さん、深見正武さん、ホールでの度重なるミニコンサート開催やコンサートでの表方裏方を引き受けてくださった方の地味な努力にはお礼の申しようもありません。これからは若いプロやアマチュアの方々がなさることをできるだけ応援してあげることができればいいなと思っております。若手の方にという今お言葉もいただきましたけれども、この度定期演奏会でソリストを務められますバイオリニストの田中さんとはもうお付き合いも長くていらっしゃるんですか。はい、もう彼が小学生の頃からうちのオーケストラの援助や本当にありがたいことです。皆様のおかげでなんとか継続できたことでお礼を申し上げようと思っております。そんな期待を背にですね、この度ソリストを務められます田中さんですけれども、今日午前中の練習を受けていかがでしょう。当日までの意気込みといいますか。はい、回を重ねるたびに自分でもいろいろ気づくことがあって、本番まで向かっていくのが怖い部分もやっぱりあるんですけども、対局をその皆さんと本番に持っていって本番を迎え、なんか自分が一つこれで壁を越えられるか越えられないかっていうところもあるんじゃないかなと思っておりますので、そういうところも少し楽しみに集中したいと思います。そういう意味ではソリストというお立場ですけれども、楽団の皆さんと一緒に進んでいらっしゃるっていうイメージですよね。そうですね、自分も出さないとは思ってるんですけれども、楽団の一人一人の方にもやっぱり音楽があると思っているので、その音楽と一緒に進めていけたらと思っております。その自分というところですけれども、この度はブラームスのバイオリン協奏曲、ソロの部分もかなり、分数的にも長くていらっしゃいますが、ここ聴いてよみたいなフレーズってなんかお気に入りのとこありますか。すごく重厚感のある曲なんですけども、ブラームスってすごくドルチェというその表示が多いんですけども、ドルチェ、ちょっと原田さん説明してください。柔らかくとか甘くとかっていう、ちょっとそういう表現ですね。ですか。はい、そうです。そこがとてもそのブラームスの内面をすごくなんか表しているのかなと思ったりもするので。そこって始まって何分目ぐらいのところですか？でもすぐ分かると思います。甘いなっていう甘いいただきました。甘い旋律がこう出てきた時にちょっと女子の心も男子の心もうっとりとさせてくれるような音色を楽しみにしております。ありがとうございます。そして、名曲ですね。ベートーヴェンの運命を指揮される、このことについての緊張感というのはいかがですか？初めて運命をするとなった時はやはり皆さん知ってる曲ですから比較されるという怖さだったんですけど、練習を重ねたりコアを読んでいくにつれてもう自分だったらこうしたいという思いが要所要所に出てきて、今ではもう自分の運命を聞いてほしいという楽しみなところが出てきてるかなと思ってます。さっきから神ワードが続出自分の運命ですか？もう俺の背中を見ろと当日はそうですね。そのである友達から大学の時にそういや運命したいって言おうたなって言われて、そう思ったら10年越しに分からずもチャンスが回ってきたので、10年の思いを込めて触れたらなとしていきたいと思います。絶対に成功させないといけないですね。やるっきゃないですね。ハードルが上がってきましたね。でも本当よく知られた曲ですのでね、フレーズじゃ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 ん、はい、もう待ってましたみたいな感じですけれどもぜひ楽しんでいただけたらなと思います。コントラバシスト原田一平さん、楽団とのお付き合いも長くていらっしゃる、こう魅力一口で言うともう何年ですかね。もう結構10数年ぐらいのお付き合いさせてもらってるんですけども、毎回こうメンバーもちょっと変わったりとかっていうので来るたびにこういろんな刺激をもらえて、もう本当楽しく演奏させていただけるところもありますので、本当に運命もね、本当名曲中のもう名曲と、バイオリン弾く田中先生は僕のちょっとね大学の後輩にもなったりするので仲良しなんですよね。はい、とてもお世話になっております。ちょっとそれ言わせたいだけでしょ。はいね。しっかりね支えて演奏したいなと思っておりますので、はいはい、創始者の安郎先生はご担当の楽器は？僕は昔はクラリネットだったんですけど、今はチェロが少なかったので、チェロをなんとかやっております。じゃあ、この度はチェロを担当されるということですか？はい、チェロって言えるような音が出てるのかよくわからないんですけどそのチェロのこうチームっていうのもやっぱり一致団結して、はいはいはい、最近やっと楽しくなりましたはい、チェロはみんなでやるっていうのが、一人じゃ僕はもう全然聴けない音だけど、みんなの中に入り込むとうまく乗れるかなとかいう感じで、弦楽器の良さだと思いますね。なんかそんなことを伺っていると一人一人の緊張感感じられて、すごく距離が縮まったようなね、そんな気持ちにもなりますけれども、コントラバシストのチームではどんな申し送りを？今回3名で演奏するんですけども、支えるっていうところと、そうですね、テンポキープだったり前に行かないといけないところはこっちからこうしっかり持っていってあげたりっていう、役割をしっかりちょっと決めてやっていこうっていうのがいう話をちょっとしてますね。いや、それぞれの役割を踏まえてというところがやっぱりみんなで作る音楽っていう感じがねしますね。じゃあ、バイオリンのチームは？はい、コンパスに高畑先生もいらっしゃいましたし、皆さんトッティで乗られてる方とかも、もう僕よりもその素晴らしい方たちがいらっしゃる中で、僕はソロを弾かないといけないんですけども、なんかすごくその後ろから支えてくださったりとかアドバイスしてくださるっていうことがすごく心強いので、もう一緒にいけそうな気がします。いけそうな気がすると、なんか竹則先生、こうファミリー的なこう雰囲気もある、これも一つの魅力ですね。そうですね、田中先生のお人柄とか、やっぱりこの演奏にかける思いとか、そういったものをみんなで共有して成功させたいと、本当に皆様に支えていただきながらやってます。今度は本番の日はこの思いとかいい演奏したいな、これを今度はお客様に伝わればと思ってますので、ぜひぜひお越しください。はい、今日は、丸一日練習というその中でつかの間の、休憩時間をお集まりいただきまして、お一人ずつにお話を伺いました。ぜひ7月2日多くの方にご来場いただけますように、皆さんね、ステージでお迎えをされるということですので、多くの方にご来場いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。